いかがですか、ね。こでも歴史も深いですよね。<や>でもさ、味の素は断じて蛇を原料とせずっていうのはさ、<laughs> マクドナルドのハンバーガーがミミズの肉だったみたいな話でしょ。<laughs> だって俺小学校の時とかいっぱいいたもん。ミミズ、うん、えミミズの肉だよとかつって、うん、ああいましたね。じゃ冷静に考えてみようよ。これだけの量のミミズを飼育する方がコスト高いでしょ。<laughs> <laughs> なんでわざわざそんなことするんだ。いやでもバカは信じちゃうので、うん、やっぱりそうこれはあの。 ダメだよっていうふうに言わないとダメえなんかこのうまみ調味料ってこうちゃんとこうなんか椎茸とかからできてるんですよね確か違いますあ違った砂糖きびがまあまああの椎茸の原料も入ってたりします、うん、あのブランドによっては、うん、はいなんかハイミーとかいろんなのあるじゃない、うん、要はそれ以外のグアニル酸まあグアニル酸ってきのこ ウガニルりさんだったりイノシンさんだったりコハクさんだったり、うん、そういう他のうまみ成分もブレンドされてる味の素もある、うん、味の素製品もある、うん、えなんかこうなんかちゃんとこう植物とかからできてるの分かるけどなんか家で使ってこなかったんですよこう多分親の世代がこういう感じなので<ー>なのでなんか分かってるのに多分使わないって っていう人結構多いと思うんですけどこれはね昔は味の素めちゃめちゃ使われてたんですよあの特に僕のおじいちゃんおばあちゃん世代とか80とか、うんえー、そこら辺の人はあの普通に使ってたんですよねだ、うん、から漬物とかにかけて醤油かけてっていうのをうち,うちのおじいちゃんおばあちゃんは全然やってたんですけど、うんえー、その後にまに、あ、こういうデマが出たんですよ。うんはい、でこういうデマが出た後ににんかその,あの味の素はあんまよくないんじゃないのみたいな風潮になった時に。 売れ出したのが。 えほんだしとかコンソメとか、はいえー、鶏ガラスープとかなんですよその3つって、まあ、簡易的な調味料でなんか本、まあ、だし入れたら、えー、だし汁になるし、はいえー、コンソメスープ入れたらコンソメになるしっていうような簡単な調味料なんですけどもそれを使うレシピが流行ったんですよね、はいうん、でいつの間にかそのうまみをつけるっていううまみだけをつけられる味の素っていう存在はいつの間にか使われなくなったっていう歴史があるんあそう単体で使われなくなったってことそうですね ね、そう本だしにもコンソメにも鶏ガラスープにも味の素入ってるんですけど、うん、なぜか味の素は体に悪いって言いながらコンソメとかあの本だしとか使ってる <laughs> あのちょっと残念な人たちがいるめっちゃうちじゃん、うんうん、あの僕はにわかオーガニックって言ってるんですけど <laughs> <う>神谷さんはこれ味の素賛成派反対派ど,どっちなんですか でわかんんなないか頭では理解してるけど白い粉をかけるっていうのにすごい抵抗があってだってさっきのやつとかだてご飯に白い粉かけてるんでしょおあいいですねよく連れてきてくれましたいいですねいいですねって思っちゃう非常に多いですいや頭では分かるかもね まあ、ちなみに言うとうまみ、あ、はグルタミン酸だったらグルタミン酸イノシン酸とかってあ合わさるとうまみの倍増どころか。 倍ぐらいになるんですようん、まみ、うん、がその相乗効果でさらに美味しくなる、うん、だから昔の人は経験的に分かってたんでしょうね、うん、この相乗効果があるのを発見したのは山梨醤油の,あの研究員なんですよ戦後グアニル酸があの発見されるんですけど、うん、グアニル酸をやってた人たちやっぱりうまみを 研究してる人たちだから、うん、グルタミン酸の入ったなんかシャーレみたいなのがあってそれと間違って混ぜちゃったんですよ、うん、そしたらうわんだこのうまみの倍増はみたいなそれが、ね、実はあの味の素単体でもうまみの相乗効果っていうのはこれ使われててかな、うん、グルタミン酸なんですけど、えー、とイノシン酸っていうものとグア,グアニル酸っていうものが、えー、1.25ぐらい入ってるんですよね。 だからうまみの相乗効果はまあ味の素だけで完結してるって感じなんですね東南アジアに行くと味の素はすごいブランドですからねすごいっすね本当にこの間バンコク行った時に、うん、もうとにかく名もなき屋台の中華そばがめちゃくちゃうまいから、うん、そこ行こうよっつって朝ごはんそこ食べに行ったんですね、うん、あの台風の中華そばですけど<ー>めっちゃうまいんですよでもおばちゃんがそこの 味の素って感じで書いてあるエプロンしててああ <laughs> で僕がそのおばちゃんと一緒に写真撮ってんのをなんか多分インスタかなんかにあげたら目ざとい日本のアンチが見つけて味の素ってエプロンしてるわらわらわらみたいな書いてあって<笑><笑>やっぱ日本人ってこれをバカにしちゃうんだなと思ってなんでなんですかねそのあたりの なんかね、いろんなタイプのアンチがいるんですよ。はい、<laughs> あの、その本当にえ悪いものと信じ込んでいる人と味覚が破壊されるっていう派閥もいるんですよね。うん、味覚が破壊され、だから味の素ばっかり取ってると舌が美味しいものを感じ取れなくなると<ー>っていう人が、そう、ね、いう人がいて、<laughs> あとはえっ、ー、とアイデンティティが壊れてしまう派閥もいて、<ー>はい、例えば。 えと自分は、えー、味の素を使わないで料理ができることをすごいと思ってる人がいて、うん、そういう人は多分僕の料理がもてはやされるととすすっごいい嫌だと思います自分のア,アイデンティ,ティティが壊れちゃうから。うん、っていう大体3タイプぐらいなんかそれをあのなんかそのオーガニックで稼いでる人も結構いますね。 的なところを発信すると、はい、フォロワー増えるんですよめっちゃ。なるほどそう,そう、ね、めちゃくちゃ増えるんで、うん、たまになんかその増えたえっとそのインボルンジャータッチのコミュニティで商売してる人がいるんですよ。はいはい。えー だから添加物リストみたいな売ってる人とかだからああいいビジネスだなっていう感じです、ね、<laughs> こなんですかねこの無,無添加信者今表示法とかも変わりう、まあまあ、だけどそれはやっぱり昭和の時代の、うん、その公害だったりとか、うん、その食品添加物によりなんかその薬害事件的なやつとか。うんうん そういうのがやっぱり記憶にまだあるんじゃないですか。そうですね。まあでも年代が上の人ばっかですね、基本的には。うん、だから<ー>そのあとはお母さんとかが言うからダメなんでしょっていうあのね、うん、そんな感じですよね。おばあちゃんとかもう絶対もう、うん。うん 添加物ダメみたいななんかあのよくわかんない錠剤飲まされるわみたいな感じだったので <laughs> 頭で分かってても、ねまあ、添加物安全っていうのもわかるんですけど、うん、なんか書かれてると無添加の方なんか無添加の方がなんかいいんじゃないかなっていう思想にはなっちゃいますねあだかかもですね <laughs> かもで無,無添加って書いいててあれれば売れるからっていう, <laughs> う,う <laughs> も実際こう無添加の今表示を禁止する方向に消費者庁も動いてるっていう。う 状況ですよねあそうなんですどちらかというと不使用表示に対するガイドラインが出ているということですよねよくダッシしパックあるじゃないですか。うん、であの茅奈、えー、さんとかのうち使ってるえ使,使ってますえ,でも,おとえでもお父さんとかお母さんはその添加物みたいなの嫌いなんす、ね、嫌いですよあ、じゃあちょっと言い,い,い,いますけど <laughs> <laughs> これ酵母エキスってのが入って。 これって科学調味料とほとんど同じなんですよねうまみの成分的にはこの酵母エキスっていうのは、えー、と味の素が売ってるんですよ業者向けに <laughs> あのとある研究者さんはめちゃくちゃ怒ってたんですよねうちから買ってる酵母エキス使ってなんで無添加っつってないみたいなだから酵母エキスっていうのがあの添加物に入んないんですよあ そういう,ことですかうだでだ <laughs> あじゃあ,あそうだよだって酵母 <laughs> エキスっていうのは脱法するために作られたものだから <laughs> ああそもそもがえ普通にじゃあいやだからさっきのコンソメスープの素とか、はい、本だしとかと同じ、うん、カテゴリー的に言うとそういうカテゴリーの、ね、ああ量販用ののそういういものですよね、うん、だから酵母エキスを結晶化するとほぼ味の素になります、うん、つまり、うん、味の素ってことですか ほぼ味の素ですだってあんな旨み出るわけないもんだっめっちゃ美味しい <laughs> <laughs> めっちゃ美味しいじゃないですか美味しいですよねだからそれは香ばえ血とか入ってるからだって素材の味で勝負できないのもだってでもうち味の素使ってないですよだからほとんど使ってるもん香ばえ血は使ってますよねみたいな、えー、あれだからえ、なんかさ詐,詐欺じゃんいやまぁ詐欺ではないですで、言わなくていいこと言わ言ってないだけいえ、言ってほしいで、言ってほしいですよね でもなんか、ね、広告でね「野菜のうまみだけでこんなでコク出るとは」とかっていうのをノヤさんがあのな出してるんですよね、うんえっと、広告としてね、うん、でも萱野さんは絶対知ってるはずだけど野菜のうまみだけじゃないんですもんこれだから、まあ、あんまり言わない方がいいのかなみたいな感じ <laughs> えじゃあもう味の素入れればよかったってことなんですかで味の素入れると無添加をあの歌えないから買わないんですよ だからそうなっっちゃいう風潮がおかしいんですよね,そうですね昔の食品添加物のノリで言ってるから、うん、もうそういうものってほとんど禁止になってるからね、うん、例えば人工甘味料とかでもサッカリンとか昔あったんだ、うん、もサッカリンなんかもちろんダメだし、うん、ある種のやっぱりその発がん性の高い色素とかもダメになってるし、うん、大抵基地のよくないものっていうのは。 禁止になってるんで、うんそ,でね、そもそもとして使えないんですよ。え、じゃああのなんかよくよくわかんない着色料とか別に全然何も問題ないのに、うん、避けてたってこと？そうだよ。例えばあの赤色の色素なんかは貝殻の中身が真っ赤になったりとかするんですけど、<laughs> そういうのを使ったりとかして。 今はもうものすごくみんな工夫をして発がん性の少,、まあ、少ない、うん、あのそういったものを結構使ってますよね、うん、着色料って。あそうこっちにいる色素ってそうだよ、ね。 いろいろありますね。え、このなんかハムソーセージのやつとかも、や、なんか危ないって聞いたことありますけど。えっとね、亜硝酸ナトリウム。あ、亜硝酸ナトリウムか。これも、あのー、取りすぎると死にます。うん、<laughs> でも、それ取りすぎると死ぬのは、塩も一緒だから。そう <laughs>、そう、そうなんですよ。あのね、えー、っと、日本ってゼロリスク進行ってのがあって。うん